生まれはロシア、育ちは関西。生まれはロシア、育ちは関西。生まれはロシア、生まれはロシア、生まれはロシア、生まれたらロシア。それそうや。生まれはロシア。それで、はい、舞台は東京。ピロシーズです。暑い。しめしめする。じゃあ、じめじめなの。しめしめ。ね、計算でやってるやろ、ちょっと。湿ってるってとこから来てんじゃないの。しめしめ。湿ってる、湿ってる。違います。まあでも夏よ、夏。夏と言ったらアレちゃん何？海。お、じゃあ、あとは祭り。祭りといえば花火。お、花火といえば浮気。浮気浮気かもね。なんでやねんってな。夏イコール浮気でしょ。まあ夏は浮気かもわからん、ちょっと浮気多少夏の方が多い。でも、なんでみんなそんなに浮気するんやろな。そりゃマンネリ化するからよ。あ、マンネリ化。アリちゃん、マンネリ化したことある？あるよ。え、どういう感じで？いや、なんか日本の人って、あんまりイチャイチャしてこないやん。ああ。で、うちはもうずっとイチャイチャしたいタイプなんだよ。なんか四六時中イチャイチャやってたら、もう相手がやってたから、だんだんさ、こう答えてくれない、気持ちに答えてくれないなっていうので、なんかこっちも、もうやわってなってきて。ああ、なるほどな。結構外国の女の子からよく聞く話やわ、それ。なんか私、チュキチュキ、チュキチュキって、ニャン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 ってやってるのに、男側の子、やめろやめろみたいな感じでやってくるっていう。そうそう、でそれがもうなんでよみたいな、愛情をちゃんと表現してよみたいな、ちゃんと好き好きやろうよみたいな感じのことはよく言うよね。確かに私のこと好きっていうのを多分毎回聞くんだよ、外国の女の子は。で日本の男はなんかもうええやんみたいな、任せるやん、私聞かんでもええやろっていう返し方される。ただな、日本人の愛情表現の仕方と外国人の愛情表現の仕方の違いなのかなって。なんでさ、なんか好き好き言ったりとか、なんかちょっとイチャつくのをそんなに嫌がるのかな。あーね、多分ね、理由がおおよそ2つあると思うんだよな。で、1つ目が単純に恥ずかしい。恥ずかしい。そう、なんでかっていうと、これはな、自分がこれまで見てきて、まあ、思ってることやねんけど、子供の頃からその愛情表現っていうものをするやり方が全然違うと思う。うん、例えばな、三本川になって寝るやんか。ああ、なんか一緒にね。そう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 。あれ外国やばい。え、もうない。もうできるだけ子供を遠く遠く。そうそうそう、もう男と女の関係っていうのを大事にしたいから、あの子供はできる限りちっちゃいうちからもう親の元を離れて子供部屋に一人で寝かすっていう教育を持って、いち早くやるんだ。よくあるやん、だってその機械使って。そうそう、何してるか見れるみたいな。そう、本当に遠いかな、部屋。そうそうそう、そういうの結構外国で流行るやろ。で、日本の場合はそこで一緒に寝たりとか、まあ四六時中一緒にいたりとか、それで子供に愛情を伝えて、やっぱり近くにいるって、こうやって一緒に寝るってすっごい愛されてるなって感じるんだって。もうそこで結構愛情が日本の場合って伝わってまうから、昼間にわざわざこう好きだよとか子供に言わなくてもいいけど、海外の場合って子供と離れて寝るんやけども、その代わりに昼間にってそうすっごいやるんや。うん、やるやる。そうだからすぐキスして寝なさいもんっていうのをやるんやけど、日本の場合は子供の頃からあんまりそれをやらない。ただ家におるときには実際にはやってて、一緒にこう愛情表現みたいなのは家の中でよくやってて、さりげなく。そうそう、でその子供の頃からの愛情を伝えるやり方っていうのが、子供の頃から多分教育の仕方が違うんだけどね。どっちがいいとかじゃないけど、まあどっちがいいってことじゃないけど、やっぱ食い違うよね。そう、そこが食い違う原因だと。普段から子供に態度で愛を表すのが日本。
一緒にご飯を食べさせて、ちょっとした気遣いとか、それをこう普段一緒にいるとか、でそれで愛を伝えるのが日本のやり方で、外国は愛してるって伝えてる時と伝えてない時の落差がすごいんだ、うん、好き好き好きって伝えるけども、でも一緒に寝ない、でも昼間はもう子供子供子供ってやって、お父さんはそんなに関わらないとか、なんかそこがこうはっきりと今はこの人に愛を伝える、今はこの人に愛を伝えるっていうのが違うから、なんかうまくいかへんのかなって思って、ってことはそれで大人になって彼女ができても、うん、別にこうやって一緒にいてあげてるんだから、一緒に時間過ごしてるんだから分かるだろうっていう、そう、そんな悪い感じじゃない普通に毎回毎回こうどこでもチキチキってやる感じではない。どないしたらいいんやろ、チキチキやるためには。チキチキやらないんだから、チキチキはいいことですよ日本の人と付き合うことがそこが多分外に出た時に人の前でチキチキするのに慣れてないから、人がいないところでチキチキをすればいい。まあ確かにね、人の目も気になるし、だから家ですればいいかもしれないけど、けどけど、うちは家の中でも相手してよってやってたら逃げるよやってたら、なんかもう分かった分かったみたいな、あこう取ろうとしてる時にもう分かった分かった分かったっていうのはあったのよ。へー、でもそれはな、2つ目の理由かなって思う。何？日本の男の人はちょっとやっぱね、よいしょしてほしいとこがあるというか。よいしょ、そう、よいしょ。例えばね、キャバクラって日本めっちゃあるやん。あるロシアある？なくない？海外でもあんまりないなの、キャバクラ。海外はほぼないやろ。あれの売りって多分ね、社長すごい、何そんなことできるんですかっていう、よいしょやと思うね。そうってことは、うちも彼氏にもう来て来て来てってやってほしいじゃん。あーでもならんなもうそれ知らんかったその時。ロシアやと、もう会話にお金を払うっていうことがさ、もうあるとしたら、言っちゃう、うん、マジででもそれが日本人の悪さではなくて、逆で三大魂というか、人前で自慢をするのが恥ずかしいね、日本って。もう女50人ぐらい抱いてきたからこの1週間でまあそれはいいんだけど、なんかそういう自慢っていうことをそもそも何においてもするのが恥ずかしいから、自慢でも人ってめっちゃしたいんよ、承認欲求があるから。でもそれもだいぶだいぶ抱えてると思うね。だからそういうキャバクラっていう場で、まあ、お金は払うけども、さっきよいしょよいしょよいしょっていうのをやってくれるのを快感に感じるビジネスが成立するんだけど、ロシア人ってすぐ自慢するやろ、なんでも自慢する。やろ、見て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 、100点取ったで、みんな見てやばい、めっちゃ先生って感じで、確かになんか物買っても、女の見てこれ買ったの、そうそうそう、すごい可愛いでしょ、高かったのよ、これ、そうそうそう、最新モデルよ、そうそうそう。だからやっぱり日本の侍魂がゆえに、自慢したい欲がこう抑えられてるがゆえに、好きな相手にはちょっとよいしょしてくれたらより嬉しいなっていう、ちょっとエゴではあんねんけどな、エゴでもあんねんけど、ただなんかそういう背景もあるから、やっぱそれでも、あれでもみたいな、うぜえなってことは、好きによいしょしとけば、今も幸せに暮らしてたかもしれないっていう、そうそうそう、まあ、ただやっぱり外国の人と日本の人で、そのさっき言ってた愛情表現の違いっていうのがあるから、単純にな、日本人同士やったらそれがうまいこと、まあ、運んで、外国人同士やったらうまいこと運んで、あのエスカレーターとかでもさ、外国人あ、もうやる、そう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 、おったおった、何やってたの今エサエサでピッチングしてやってたのね。何が言いたいかっていうと、まあお互いね、日本人が
ら外国人と付き合う場合はやっぱりこういう愛情表現っていうのがやっぱ相手は大事にしてるんだなっていうふうに思いながら付き合うべきやと思うし、外国人も日本人で外でねイチャイチャしたりするのは恥ずかしいんやなっていうふうなことを認識してお互いが譲り合ってちょうどいいところでうまくいったら国際結婚とかいい、うまい、長続きするんじゃないかな、うん、そうそう長続きするんじゃないかなって思って、お互い譲り合いが大事よ、私はこう思う、私はでもこう思う、でも私はこう思う、じゃあこうしよっかっていうのがないとかなって思って、さあ分かってないとね、でもこういうことって、まあ、ただな、全国の男性の皆さんに朗報です。何？私めっちゃ良いしょうまい。でもさ、アレちゃんが思うさ、セックスレスって週にどんくらいやらなかったらセックスレスか？16